パラブーツってどう思いますか？ファッション雑誌でも紹介されているため、おしゃれアイテムとして認知されているかと思うパラブーツなので、パラブーツはかっこいい。しかし、これは本当なのでしょうか？パラブーツの先入観を抜いてもう一度考えてみると、かっこいい、ダサい、今回はこれについて見ていきましょう。私はだいぶ前になりますが、インスタグラムでこんな質問をしたことがあります。パラブーツはかっこいい、ダサい。その答えがこちらです。約200人の方がアンケートに答えてくれました。その結果、圧倒的にかっこいいでした。そして私の考えも言うと、かっこいいです。しかし、全員がかっこいいと思うデザインではないというのも事実です。10人に1人はそう思っています。かっこいいと思うかどうかは人それぞれ。まあ、こう言ってしまいますとこの動画は終わってしまいますので、私が思うかっこいい理由とダサいと思う理由を簡単に説明していきたいと思います。まずはこちらが、パラブーツがかっこいいと思う理由、パラブーツがダサいと思う理由の一覧です。個人的に思うところはこんな感じです。そしてこれは革靴に対して何を求めるかで、かっこいいとダサいが分かれると思います。ではそれぞれの理由を簡単に見ていきましょう。パラブーツがかっこいいと思う理由。革靴好きの方はパラブーツがかっこいいと思う人が圧倒的に多かったです。その理由を私なりに考えてみますと、武骨なデザイン、アウトドアライクなデザイン、重厚感のあるデザイン、こんな感じになるかと思います。パラブーツらしいオリジナリティを感じるデザインにかっこよさがあるのではないかと思います。ということで、デザイン面にフォーカスしてかっこいいと思う理由を見ていきます。武骨なデザイン。一応武骨の意味を調べてみますと、こんな感じになります。コロナ禍でデザインに対して使うのであれば、1番と2番の意味です。ゴツゴツしていること、洗練されていないこと、これだけの意味ではダサいって感じます。まあ、簡単に言うとダサいってことかもしれませんが、男性目線で言うと無駄があるのがかっこいいと思ってしまうのです。特にミリタリーアイテムなんかに多いです。まちぎに必要ないほどのオーバースペック、何をそんなに入れるものがあるんだと言わんばかりのポケット数、無駄があるのにかっこいい、これぞ武骨ということです。パラブーツもそんな感じがあります。雨に強いリスレザー、登山靴にも使われるノルベージャン製法、厚みのあるラバーソール、ドレスアイテムでもある革靴に似つかわしくないようなオーバースペック、それがデザインにも反映され、ボリューム感のある武骨なデザインとなっています。だからパラブーツはかっこいいのです。アウトドアライクなデザイン。アウトドアといえば登山、パラブーツも登山靴を作っていた背景があります。そのため、パラブーツの展開しているモデルの中には登山で履けるモデルも存在します。また先ほども少し述べましたが、登山靴に使われるノルベージャン製法で多くのモデルが作られています。パラブーツの人気モデルでもあるシャンボードとミカエル、どちらもアウトドアライクな見た目です。シャンボードはヒューチップというデザイン。ヒューチップのデザインは国によって若干の違いがありますが、カントリーシューズや狩猟用の靴、ゴルフで使う靴などに用いられたデザイン、つまりはアウトドアで使う用途のデザインなのです。そしてもう一足、こちらはミカエルです。ミカエルのデザインはチロリアンシューズ、チロル地方の高原で働く牧童が履いていた靴を原型に作られたことからチロリアンシューズと呼ばれているそうです。そしてこのデザインは昔の登山靴にも用いられていました。そのためガチのアウトドアシューズとなっています。このようにデザインの歴史を紐解くと、パラブーツのモデルはアウトドアがキーワードなので、アウトドアライクな印象があります。そしてアウトドアアイテムというのはスペックが魅力、そのスペックを持っていることがかっこよさにつながっています。
重厚感のあるデザイン。ここまで来るとデザインの特徴が分かったと思います。無骨なデザイン、アウトドアライクなデザイン、つまり重厚感があります。実際パラブーツの靴を見てみましょう。比較的華奢なイメージのあるローファー、パラブーツが作るとこのようにボリューミーなローファーに、華奢とは思えない重厚感のある革靴に仕上がっています。一例ではありますが、他のモデルもボリューム感のある重厚な印象を持つ革靴ばかりです。他ブランドのドレス革靴とは違った重厚なデザイン、これぞパラブーツのかっこよさです。パラブーツがダサいと思う理由。個人的にはパラブーツはかっこいい派なのですが、ダサいと言われるとそれを完全に否定することはできません。よく見ると確かにダサさを感じます。まあそれがかっこよさにつながるのですが、なので私が思うダサい理由を簡単にまとめてみます。ドレスの革靴らしくないフォルム、厚みのあるソール、緑色のタグ、こんな感じになります。それぞれ見ていきましょう。ドレスの革靴らしくないフォルム。大半の方が思う革靴のイメージってビジネスシューズだと思います。じゃあビジネスシューズってどんな靴っていうと、このように細くて長くシュッとしたイメージです。対してパラブーツはというとボリューミーなフォルム、ということは革靴のイメージとは離れてしまいます。結果的に感じることはダサいということです。皆さんもそうですよね。おじさんがダボっと着ている服がダサいと感じるように、ポテッとした革靴をダサいと感じるのは至極当然のこと。しかし今の時代はそのダサいがむしろかっこいいとなる時代。スニーカーのダットシューズが流行ったように、ダサいのが必ずしもダサいというわけではありません。ダサいがかっこいいと変わることがあるんです。私はそれがパラブーツにも当てはまると思っています。厚みのあるソール。パラブーツは基本的にラバーソールが使われています。なんと自社でソールを作っているのは世界でもパラブーツだけなんです。しかしラバーソールを使うということでどうしても厚みが出てしまいます。それがダサいと感じる要因です。これも先ほどのビジネスシューズとは違った印象を持ち、結果的にダサいと感じるのです。スニーカーのダットシューズにも通ずるような厚みのあるソール、まあ客観的に見たらダサいかもしれません。緑色のタグ。タグって一歩間違えるとダサくなります。もしかしたら皆さんも経験があるかもしれません。この服にこのタグがなければ欲しいんだけど、こう思ったことがありませんか？私はあります。色味やシルエットが好きなのにここにタグやロゴがあるとちょっとって感じ。そしてパラブーツにはタグがついています。全部のモデルについているわけではありませんが、日本で人気のあるシャンボードやウィリアム、ミカエルなどには緑色のタグがついています。ちなみにタグがついていないシャンボードもあります。タグのあるなしで印象が変わるので少し見てみましょう。どうでしょうか？結構印象が変わりませんか？タグがあるとカジュアル、タグがないとドレス、こんな印象です。革靴をドレスシューズとして見ている方からするとタグは邪道な感じがしダサいと感じると思います。だけど個人的にはこれぞパラブーツのアイデンティティだと感じます。あえてタグをつける、これぞパラブーツだから、ダサいと思う方がいたとしても個人的にはこの緑色のタグが好きです。パラブーツはダサかっこいい。かっこいい理由とダサい理由を見てもらいましたが、皆さんはどっち派でしょうか？私は冒頭でも述べた通りかっこいい派です。そして革靴好きの方からのアンケート結果もかっこいいが圧倒的多数でした。しかもファッション雑誌でも取り上げられることが多いのがパラブーツ。
なので客観的に見てもかっこいいというのが個人的な結論です。だけどダサいという言い分もわからないこともありません。なので私としてはダサかっこいいと言ってもいいのではないでしょうか。最近はダットシューズに代表されるようにダサいがかっこいいとなる時代、またダサくても可愛いと言われる時代、現代ではパラブーツこそかっこいいと言える革靴なのではないでしょうか。なのでパラブーツを履いている方、また購入検討している方、自信を持ってください。パラブーツはかっこいいです。だから履きまくりましょう。どんだけ履いてもパラブーツはへこたれることはそうそうありません。だって革靴としてはオーバースペックなのだから。最後はよくわからない感じになったかもしれませんが、まあ今回はこの辺で。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。